チョイス。レッツゲーム。はい、さよさん。お勉強しゃーしゃ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 。ということでですね、今回もう撮り終わってるんですけど、企画名発表したいと思います。はい。サイゼリアで1000円ガチャ何連できるか。サイゼ1000円ガチャっていうのがね、最近できたんですよ。はい。スタートすると1000円いかなずに1000円ピッタぐらいの料理をね、選出して選抜してくれるアプリができたんです。それを今回何連できるか。ああ。じゃあ俺らは選べないってことだ。そう、俺らは好きなの選べない。運で決まるから。運で決まる。アスパラとか出てほしいね。アスパラとか出てほしいね。これ言っちゃったらあれだってね、本編を見ていただいて、はい、まあ、そのね、面白さ皆さんに伝わっていいかな、いいかな、いいかなってことで、やっていきたいと思います。はい、それでは、いきます。はい、それではやっていくんですけど、ちょっと最初に注意の方、で、お酒、あのうちサイゼリアもね、ワインと生ビールがあるんですけど、それはちょっと僕は年齢的に飲めないので、それが出た場合はもう一回振り直して、最初のうちなんですけど、1000円絶対食えんじゃない。とりあえず4連回します。じゃあ俺から1人ずつ回して、ドリンクバーはね、ちょっと頼みますね。あの普通に頼む。値段はね、含めないで僕も回します。はい、せーの。お、ミラノサラミピザ、プチフォッカチオ、アスパラガスのオーブン焼き、季節限定でいきます。はい、少なくね。じゃあ重いんで、パスタ。せーの。パン、シーフードパエリアとセットプチフォッカ付きミナルフードリア。そんなのあんの？パツシーガルミシーフードリアに、あ、これか。ちゃんと作ってる。ちゃんとね、すげえ。主食食いてる。めっちゃ野菜ソースのグリルソーセージ、アスパラガスのオーブン焼き、プチフォッカ、セットプチフォッカ、トッピング半熟卵。いやいや、プチフォッカめっちゃ多いよ。まともな主食がね、この辺出てほしいな。この辺。あと間違いない。それではいきます。せーの。アスパラのオープン焼き。3つ。ミニフセで、若鶏のグリル。お、とりあえずじゃあ頼んで、みんなでちょっとずつ食べる。そうだね。アスパラガスパーティー。はい、ということでね。はい。届けました。ちょっととりあえず一回見せましょう、皆さん。こんな感じにざっと、はい、さっき言ったものがね、ここに全部揃っております。なんせフォッカチオの量が多いと。え、だってもう、プチフォッカチオ12個ある。頭おかしいです。いただきます。いただきます。いただきております。うまいんだよ。うまいんだよ、普通に。そのチキンめっちゃうまいよね。うまい。え、俺ミラノフドリア食いたい。俺ミラノフドリア食いたい。おめでとう。まだうめえ。ピザ臭くない。うまい。あ、うまい。アスパラ半熟卵ちょうどいい。俺もアスパラ初の試み。あ、美味しい。俺これ食ってみたいですよ。パエリア。フランスパン。あ、うまい。マジでお前。あ、ふっかちょっと強いけど。ディズニーのホットドッグのソーセージ見た風味の、あの染みついたパンなんですよ。うま、ん、すぎだろ。マジ同じ。マジディズニー。この食い方は恥ずかしい。なんかサラミ消えてね。俺のサラミ消えてね。え、そんなサラミうまい。取って。なんだ。普通の食事より喋ってた。結構ね、1000円ってすごいね。目標ないんですか。これ5000円。5000円。あと1年で終わっちゃう。え、翔ちゃんだけで5000円でしょ。それはそうだよ。それはレベル高い。それはレベル高い。1人で1万円近くね。2回も挑戦したら最近思うんだけど、食えなくなったな。パエリアとアスパラマジなんてやばいから。なんでさ、いろんなもん出んでしょ、あれ。なんでホッカチョこんなきた。こんな食えんのか。はい、とりあえず第1陣食べ終わりました。空のお皿とかはもう持ってってもらったんですけど、とりあえず第1陣が終わったということで、それではね、次から2回分回していきたいと思います。それでは5連目。あのパイヤだけ、パイヤだけやめて。うわ、メニュー多いな。あ、このメニューの多さはパイヤではない。パイヤはないけど、パイヤ。アスパラが、アスパラフィーバー。アスパラマッソラから。ホッカチョ、ホッカチョフィーバー。せーの。ライス、ライス、スープのトマト、マイカのパプリカソース、ね、スモールライス2個ってどういうことですか。嘘でしょ。ご新規入った。パエリアはいくら。パエリアだけ。パエリアじゃなきゃいいわ。パエリアやめて。バン。来た、マルゲリータピザ、柔らかくチキンサラダ、シチリアソルベ、トッピング半熟。あ、当たり当たり。超うまいこれ、今回。超うめえ、今回。今回超うめえ。裏回ってたら頼んでいきます。
はい、ということで投票商品名は先ほど言ったんです。意外とね、いけるなって感覚だから。じゃあ、いきます。いきます。ピンとしてよいしょ、俺もなんか頑張ったんだ。あれ、あれ、あれ、マイカです。うっ、きた。もイカを失敗したいです。そのまんまだな。大問題。ハムライスどう。ハムライスいただきます。レモンのやつやばいね。健康志向ですか、俺。え、キラで飯食ってない。めっちゃサラサラのさ、サラサラぐらいのさ、飯食ってない。何言ってんの。実は血液がサラサラになるような飯食ってる。本当にイメージの問題だよ。いざ無理だよ。この BGM で酒ね。サイズって言ったらこれじゃない。食センスなさすぎ。サイズで若者じゃん。それ雰囲気で使わすからね。フードコースだよ。そしたら今日来てる日だ。いける。昨日枝豆俺食ってたみたいな。前潰れちゃって食えないなみたいな。あ、ね、あれ？ベッドだな。こんにちは。こんにちは。うん。うん。貴重なタンパク源。そうだ、一回ぐらい食ってたから。無意識。だって寝てる間にゴキブリ見る。嘘で。それは嘘だ。そう、さすがに気づく。なるよね。ゴキブリが人間だと来ないから。あれ、俺わかんねえな。はい、第2陣も終わりました。なんとかね。なんとかね。モザイクのやつね。ちょっと汚いですけど。あ、暗くなってんだよ。だいぶ暗くなってんだよ。まあ2時間ぐらい経ってるんですよ、スタートから。そう、次何年、7年目ですか。まあメニュー次第だよ。メニュー次第、すべてはメニュー。まあ、フォッカチオだけの可能性もあるから。イエイイエイ。ベイブアイスクリームとアーリオオーリオ。絶対やばい。アーリオオーリオ。あ、そうなの。やっぱ2倍できるんだよ、今日。アーリオオーリオ。アーリオオーリオ。アーリオオーリオ。安っ、安っ。誰取り返すの。ミートソースボロニアム、ポテトのグリーン。急になんか、急にね。何これ。ミニトーストボロニアム、ダブルサイズ。ダブルサイズ。はい、ということで、届きました。これやばいよ、今日。えぐいて、えぐいて。もうパクるな、パクるな、お前。名前なんだっけ。アーリオオーリオ。で、これがポテトね、ゴツゴツ。トリファイス。トリファイス。ちょっとこれを担当する。うまっ。え、待って、俺これリピートだったわ。じゃあどう役割決めよう。これいい。じゃあ、じゃんじゃん。うめえな、スパゲッティ。ちょっとアーリオオーリオの味を確かめさせて。パエリアの味がする。あれ？あれ？メンバー寮ミラノ・ベドリアだから食べて。いや、ちょっとしてて。顔猫みたいな。これは昔思った。なんで青、黄色、赤ってなって、なんでは青色なのに、あ、緑色なのに世界は青っていうのか。言ってねえ。何の話してんの。信号で。あ、信号機の話してる。あー、やべえ、こいつの最初からぶん殴っておくべきだった。喋んなよって言ったら案外ね。そうなんだ、人気になくなった。ちょっとやってるじゃん。はい、皆さん終わったよ。俺が大好きなの、ゆっけぇ。皆さんの力で終わりました。トレックテスの会計。喋ってない。喋ってない。声がでけぇじゃん。アーリオオーリオです。これもう全然手つけてない。どうやる、こいつは。絶対にしてます。いや、全然あったかいよ。あっちまでガチでも決めたら似合わない。終わりました。どうする、次もう無理くさく。デザート4つだったらいけるから。あ、そんなに。いきまーす。せーの、バン。ボンゴレ、ボンゴレじゃん。タイのやつ、さっきのトマト。無理。お疲れ様でした。風を切って走ってゆく。ありがとうございました。ということで今回1000円ガチャやったということで8連ガチャできました。お値段の方はドリンク部合わせて8440円です。1万円企画いくはず。1万円企画かな。1万円企画じゃないよ、これは。まあでも選べなかったから。しかもコスパがいい。さすがサイゼリア。これだって何人分ちゃんとオーブしておく。喋れないじゃん。喋る記憶が。ということで皆さんもよかったら友達と来たら、あ、まあそのちょっとゲーム形式で、あの本当に食べに来てる人やんない方がいいと思うんですけど、ゲーム形式でやるなら面白いんで、よかったら皆さんもやってみてください。
ください。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。